モチーフとされる東京地下鉄道線軽電車東京メトロ線軽電車は東京地下鉄銀座専用の通勤軽電車2012年4月11日より営業運転を開始した2013年地下鉄車両では初の鉄道ともの会ブルーリボン賞を受賞本系列は1983年から 銀座線で運用されている01系が初期車の落成から25年以上が経過し、老朽化が進んでいることや、丸の内専用02系と同様に大規模改修工事を施行したとしても、中型車である02系と比べて01系はより小型なために改修工事に合わせた新型機器が搭載できないという問題点などがあり、01系に代わる新型車両として開発された。 車体はアルミニウム合金の中空を押し出し形材を使用したダブルスキン構造を FSW で接合した車体構造としている。この当時のの心臓車両と同様に万が一のオフセット衝突事故に備えて従来のつまめんの車体単角部の構造は車体単角部が三角に面取りされた形状としていたがそこに強度の大きい三角形を基本とした。 肉薄の三角形の板を重ねた構造の形材を使用して補強されており、フラットな形状としている。また、将来の廃車時におけるリサイクルを考慮して車体に使用されるアルミ合金の材質統一が図られている。外観デザインは歴史ある銀座戦線,線型を彷彿とさせる、どことなくレトロな感覚を醸し出すデザインを目指したものとした。このことから、 1927年に東洋発の地下鉄として上野駅浅草駅間が開業した当時に運用されていた東京地下鉄道線系電車をモチーフとしたレトロ調のデザインで検査場所の中の工場には車体塗装施設が廃止されていたことから当時の車体色を表現するために車体全体をレモニーエロー色、屋根部には円単色のカラーフィルムを貼り付ける フルラッピング車両とした。車体のラッピングは地下鉄博物館に展示中の線型を参考にし、開発者は何度も地下鉄博物館に通い、色合いを確認した。モデルになった線型は、ドイツベルリン地下鉄を参考にして、レモンイエローで塗装され、第二次世界大戦後、担当者の記憶に基づいた塗り直すなどしていたが、車内では次第に色が濃くなったとの指摘が出ていた。 レモンイエロー色の車体には、銀座線のラインカラーを基調としたオレンジとホワイト、さらに東京メトロのコミュニケーションマークの背景色、ダークブルーの3色を配している。全商灯はかつて、銀座線で運用されていた2000系の形状をモチーフとした全面上部設置型で、日本国内の鉄道車両では、東海旅客鉄道313系、電車3次車で、 初採用された LED 式であるが、特に主党としては、日本国内の鉄道車両で初採用となるものである。形式称号は、東京メトロ以降後に設計された新型車両では、狂気、架油電車線方式の新型車両は1万番台の形式称号を使用しているが、本形式は、機関と電気の供給方式が異なるのと、他の路線と区別するため、 4桁の形式称号とした。本系列の軽敵は、有楽町線、副都新線向けの1万系と同様の仕様となっており、仕組みは2段踏み式であり、1段目は旧型車の音色であるトロンボーン笛、2段目まで踏み込むと、通常の空気笛が推明する。以下は一時車を基本として記載し、造備車については工術記述欄に記載する。車内デザインは、 最近の心臓車両を踏襲した近代的かつ機能的、高品質なデザインを目指したもので、レトロ調の外観とは一転して、内装はデザイン性やサービス向上、バリアフリー化を図ったものとしている。内装カラーは白色の内板を基調としたものとして、車内を明るく広がりのあるものとして、開放感と清潔感を感じさせるものとした。つまめんと袖り板には、 銀座線の発祥の地でもあり、台東区の花でもある、桜をアクセントとした桜柄入りのピンク色を配置した。床式物は薄いクリーム色とした。車内は、千代田線用の16000系に引き続いて、荷棚の底面や袖仕切りの一部、車両間貫通扉に強化ガラスを使用したものとして、車内に開放感を持たせたものとした。を跡表示は、一般席は、 明治時代のレンガ建築物、銀座レンガ街を連想させる、茶色系のレンガ柄とし、優先席は浅草、雷門を連想させる赤色とした。座席構造は、肩持ち式のバケットシートで、座席形状やクッション材を改良することで、従来よりも座り心地を向上させている。 本系列の座席配置は一人分の座席掛け幅を 460mm 確保することや出入り口横に適度な立席スペースを確保するためドアガンを6人掛けの配置とし車端部は4人掛けとしたこのうち6人掛け座席間にはスタンションポールを1本配置している室内灯には LED 照明を採用することで 従来の蛍光灯よりも約40%の省エネルギー化が実現されている。さらに、色温度を蛍光灯の約 4200K から約 5000K へと高くして、より車内を明るく暖かみのあるものとした。また、本系列では、無電化貫通火時における室内灯照度の低下が完全になくなっている。車両間貫通扉は全面ガラス構成とされており、 ガラス扉には衝突防止の表記として銀座線の路線図をモチーフに同線の沿線名所のアイコンイラストを配置したデザインを採用したバリアフリーへの配慮として客用ドア下部には床面との識別をしやすくするために黄色着色を施した出入口識別表示板を客用ドア上部にはドア開閉時または上高促進放送使用時に赤く点滅する ドア開閉表示灯を設置している。ドアチャイムは1万系などと同じタイプ3、打点タイプである。車椅子スペースは両戦闘車の車端部に配置している。特に優先席部では前述した座席表時の色調変更のほか、付近の釣りおよび座席単の袖仕切り縦握り棒をオレンジ色着色として識別している。また、 二棚高さについては0一系の高さ 1800mm から 1700mm へ優先席を意識して各車端部の吊り革高さは 1660mm から 1580mm へと低下させて使いやすさの向上を図っている。冷房装置は0一系よりも約40%能力向上を図った 23.26kW 出力品を 屋根部に埋め込む形で2台搭載しており、車内の快適性を向上させている。冷房装置本体については01系用の厚さ 245mm から、本系列用は厚さ 210mm としており、車内天井高さの拡大に寄与している。2020年11月26日から2021年2月下旬までを、目処に、 統計式の1車両を使い角度イオコの2棚上部に三菱電機製の車内空気循環ファンを計6台設置し搭載試験を実施する。鉄道車両への試験搭載は今回が初。今回の試験で装置内部のフィルターへの影響など鉄道車両での使用における保守性を試験し、結果を踏まえ今後の運用について総合的に判断する予定。車内の 各ドア上部には17インチ液晶ディスプレイを用いた車内案内表示器を設置した。LCD 画面は2画面が設置され、左側の画面は東京メトロビジョンの広告動画用として、右側の画面は行き先案内、乗り換え案内等の旅客案内用として使用する。行き先表示器は視認性に優れた白色 LED を採用している。行き先表示器は0 1系では、 全面表示機のみであったが、本系列では側面にも表示機を設置しており、行き先表示に加えて、浅草駅の到着ホームによって、エレベーターや都営浅草線との乗り換えの利便性が異なる関係で新たに、浅草駅の到着番線を表示する機能を追加している。さらに2017年3月までに、行き先の左に、駅ナンバリングの表示が追加された。運転台は、 銀座専用車両としては初めてとなる TGK1 ハンドルマスコン及び速度計、圧力計、表示等々の軽機類を液晶モニターに集約したグラスコックピット構造を採用した。なお TGK1 ハンドルマスコンにはデッドマン装置がついている。この液晶画面は正面パネルに2画面。 右側部に1画面が設置されており、通常は正面パネルの左側を景気表示用として、右側を車両制御情報管理装置用として使用するほか、残るもう1画面は正面パネル画面の故障時のバックアップ用として使用する。放送装置には自動放送装置を搭載しているほか、車外案内用として、車外放送用スピーカーを設置している。 制御方式には、千代田線16000系や丸の内線02系、大規模回収車に続いて、永久磁石同期電動機を用いた、VVVF インバータ制御方式を採用した。制御装置は、イベット素子を使用した、東芝製2レベル VVVF インバータ装置を採用した。電動機制御は、PMSM を採用したことにより、 モーターの回転子の回転に同期した制御が必要となるため、インバータ1機で1機の主電動機を制御する1、軸個別制御方式の 1C1M 制御1、群都市、インバータ装置は2軍分の制御回路を1台の、インバータユニットに集約した2イン1系インバータ装置を採用することで、装置の小型化を実現している。装置は1200系、1500型では4個。 モーター制御とし、1200型では、自社と隣接する1100型と1300系の角1軸を、1500型では、自社と隣接する1000型と1400系の角1軸を制御し、1300型では2個モーター制御とし、自社と隣接する1400系の角1軸をそれぞれ制御する。主電動機は1時間定格1 2 0ット出力の回転子に、 永久磁石を使用した永久磁石同期電動機で従来の参照誘導電動機よりも高効率の使用ができる。永久磁石は新越化学工業製のレアアースマグネットを使用している。また、電動機自体の発熱がないことから冷却装置が不要となるため全密閉方式とすることで騒音低減も図られている。歯車比は109。 14と高めにとっている。補助電源装置は、イベット素子を使用した1 4 9馬容量の三菱、電気製静止系インバータで直流600ボルトを入力し、参照、交流200ボルトを出力する。車両内で使用するすべての電源をまかなうもので、編成で2台を搭載する。空気圧縮機は、近年の新造車で実績のあるスクロール式。 ユニットコンプレッサーを採用している。この装置は小容量のコンプレッサー3台と、除湿装置など周辺機器も含め1台の箱に、集約したもので、低層にや保守性に優れたものである。突出量は1600リットル、ミニッツで、編成で2台が搭載される。保安装置は、車内信号式新 c s a t g のほか、低位置停止装置を搭載している。ただし、 タスック装置は ATO 装置のタスック機能のみを使用するとされており ATO 装置の機能自体は準備工事とされている SC-101 系向かって右側の輪軸がソーダ軸となっている台車は住友金属工業と東京メトロが共同で研究開発した軸箱支持装置がモノリンク式のボルスタ付き事故ソーダ機能台車 SC-101 型を採用した これは、走行安定性の向上や急曲線の多い銀座線の曲線通過性能の向上を図るために採用されたものである。公益社団法人発明協会が主催する全国発明表彰において発明賞を受賞している。一つの台車にある二軸のうち、片側の台車枠と軸箱をつないで輪軸を支える軸箱支持装置はモノリンク式支持の非相打軸だが、 もう一方の片側は、モノリンク式にソーダリンク機構を取り付けたソーダ軸となっている。これは、台車枠と軸箱をつないで輪軸を支えるモノリンク式のリンクが、リンク機構を介して、ボルスタと台車枠につながっており、曲線走行時に、ボルスタと台車の間で相対的なボギー変異が発生して、その変異を、テコの原理を使用したリンク機構により、 輪軸に伝達され、輪軸をレールの外側へ移動させるとともに、曲線内側の車軸の軸距を短く、曲線外側の車軸の軸距を長くして、車輪をレール方向に沿わせることができる構造となっており、曲線通過時において約30%の大圧の低減され、曲線通過をスムーズするとともに振動、騒音の低減を図っている。このために、主電動機は、 ーバ大場恋寄りを除いた車短足のすべての非相打軸に搭載されており、車体中心側の相打軸側はすべて付随軸となっている。これは曲線での出入り部分での軸重が変動しやすい、車短足を非相打軸とすることで軸重を増して臨軸抜けを防止するためであり、この関係で車種上は全電動車だが、先頭車は四軸のうち連結面よりの一軸、 中間車は4軸の内角連結面よりの1軸が動力軸となっている。このことから動力軸と付随軸の割合は10時14分となり、実質的な MT 比は 2.5M3.5T 相当になっている。また、基礎ブレーキについては、基礎打軸は一般的な踏みずらブレーキ方式だが、相打軸はディスクブレーキ方式とされ、合わせて踏みずら清掃装置が設けられている。 このほか、車両留置時における手歯止め取り付け作業を軽減させるため、先頭車の前くらいより台車の相舵軸には駐車ブレーキを設置している。本系列のブレーキ制御は従来の車両と異なる各軸個別制御システムを採用した。従来の東京メトロの車両では一台車単位でブレーキ制御を行っていたが、 本系列では一台車内に2種類の基礎ブレーキとディスクブレーキの相談軸があり、構造の異なる2種類の基礎ブレーキは同一の制御ができないため、各軸個別でブレーキ制御を行う必要性があるためである。そのため、ブレーキ装置の数が増えており、車両の長さが短く床下空間が制限される小さな車両に収めるため、ブレーキ装置は小型のものを採用している。 また、本系列は、車体が小型なために偽装スペースが少ないことから、新規に開発した核軸制御が可能な超型のブレーキ受信装置1体系ブレーキ作用装置を各社2台搭載することとした。ブレーキシステムは回生ブレーキの有効活用を図るため、遅れ込め制御を導入しているが、本系列の複雑な MT 軸の配置から1 6 0 0 0系で採用した。 車両制御情報管理装置を用いた編成統括改正ブレンディング制御を採用している。これは TIS により編成全体で改正ブレーキの合算と不足演算を行い必要なブレーキ力を算出して編成全体での改正ブレーキでもブレーキ力が不足する場合では空気ブレーキで補足をするものでありブレーキ作用装置に指令を送ることで すべてのソーダ軸でブレーキ力を補足させるものである。次者分類は以下の通り、二次車移行補助電源装置としては世界で初めてハイブリッドシック素子を使用した静止系インバータを採用した。イベット素子を使用した一次車と比較して電力損失を30%、体積をント、質量をント低減させ、小型軽量化、省エネルギー化、 低速。三次車以降車内照明は、蛍光灯と同等の4000系に変更され1%刻みで、照度を調光できる、調光機能を追加した。VVVF インバータ装置は、インバータの素子にハイブリッドシックを適用したほか、PMSM 及びフィルタリアクトルも、一層高効率化させ、車内試験では1、2次車と比較して、 立交電力量が3.9%低減、改正電力量が3.0%向上したことを確認した。さらに、高効率化を実現するため、速度の上昇に応じて、磁石磁束を打ち消すように電流を流すことで鉄損を抑制し、銅損と鉄損の相和が最小となるように制御する最高効率制御方式を開発して起用した。主電動機は、 フレームレス構造を採用し、固定子内に発生する鉄損を低減。固定子コイルの断面積を大きくして、一時巻線、抵抗を小さくすることで、銅損を低減。電磁解析にて回転子の磁石形状や磁石配置を最適化したものに変更された。一時間定格における、規約効率は98%となり、二次車までの種、電動機と比較して、 約0 9キロワット損失を低減した。1時間定格は電流のみ 198A から 202A に変更されている。ATO 装置は将来のホームドア設置により制御の冗長性を考慮する必要があることと、定点停止については保安装置と位置付けられる ATO への将来の拡張性も考慮することから二重傾向性としている。ブレーキ装置は、 最雪ブレーキを搭載し、一時車と二時車についても搭載される予定。2015年度に製造される第31編成からは、停電時に最寄り駅まで自力走行できるように、列車駆動用非常用バッテリーが新造時より搭載されており、それ以前に導入された30編成についても別途、搭載工事を実施され2018年4月に全編成の設置が完了した。 車内の LCD 画面については、第34編成以降は3画面構成となり、これ以前の車両についても2016年9月から3画面への改造の実施が進められている。第39編成2017年に運行を開始した最終造備車に編成は、地下鉄開業90周年に合わせて内外装を変更し、さらにレトロなイメージを強調して、 イベント列車等で運行する際のギミックを盛り込んだ特別仕様で製造されることとなった。2016年11月26日から27日にかけて第39編成が製造元の日本車両豊川製作所から公衆輸送され、翌2017年1月11日に報道関係者への報道公開が行われた。その後、1月17日より、 営業運転を開始している。さらに、二千十七年二月十八日から十九日にかけて、第四0編成も、公衆輸送され、三月十二日より、営業運転を開始した。半令戦型は、当初、千六百系としていたが、二千十五年六月より、会話を開始している。公衆輸送中の1 0 0系、第零一編成戦闘の千六百一号は、 現在のセニ1号2011年度に試作車両として第01編成を日本車両製造にて製造し同年9月17日より同社から公衆輸送により川崎貨物駅まで輸送された同駅からはトレーラートラックによる陸送により中野車両基地に搬入した搬入後の2011年10月からは 各種性能確認試運転及び乗務員訓練を実施してきた。その後2012年3月31日には鉄道ともの開会員対象の試乗会と撮影会が4月4日4月7日には沿線住民や小学生以下の子供と家族を対象とした試乗会が行われた。その後本系列は2012年4月11日から営業運転を開始したが 営業運転開始日には浅草駅において出発式が実施されテープカットや出発合図などのイベントが開催された。2013年10月12日には鉄道友の会ブルーリボン賞の受賞式が中野車両基地で行われた。受賞を記念してブルーリボン賞受賞記念プレートがシャバンプレートと一緒に先頭車の運転席後ろの仕切り壁の上部に取り付けられた。 また、車両前面には受賞記念のヘッドマークステッカーが、また側面と車内の LCD 式車内案内表示器付近に、ブルーリボン賞受賞記念のステッカーが貼られた。シャバンプレートと一緒に取り付けられた2013年、ブルーリボン賞受賞記念プレート2013年5月から2014年11月に、かけて2次車となる、大礼味から20編成が導入された。 2015年4月から2016年10月にかけて三次車となる第21から38編成が導入された。当初計画では2014年度から2016年度にかけて残る28編成を導入し銀座線の全営業車両を01系から本系列に置き換える予定であった。この予定計画では本系列は6両編成38本、全車両が 日本車両製造で製造される予定となっていた。東京メトロプラン2018によると、計40本が製造され、01系時代よりも2本多くなる。これは、ホームドア設置で停車時分が拡大され、それによって、スピードダウンとなる分運用編成数が増えるためで、ある。2017年10月28日から翌2018年1月下旬までの期間、 線形前編成の両先頭車両前面と側面に90周年記念のロゴマークを掲出して運行した。また、2017年11月6日より特別使用者の第39.40編成については90周年記念ロゴマークの他に6両前車の側面に東京地下鉄道の車掌を掲出していた。ありがとうございます。